はいどうも、フラちゃんです。じゃあ本日は新しい仕草書、ニャニャンということで、今回そちらを入手していきたいと思います。でもってそちらの有効な活用方法、そちらについてもご解説していきますので、ぜひとも参考にしてみてください。というわけで早速やっていきましょう。はい、というわけでやっていきます。で、ちなみになんですけども、そちらのお値段ですね。まあ、新しく出た、まあ、本日2月22日、猫の日ということで、そちらで追加されたニャニャンなんですが、ちょっと見ていきましょう。はい、こちら。値段がね、今の時、うわ、高っ。もう、この時点で見ても、まあ、かなり人気だと言えますね。まあ、やっぱり、人気な仕草ってめちゃめちゃ高い傾向にあるんで、まあ、そういうわけなんで、エルコ御用達だし、まだドアコの人も御用達、ネカマの人も御用達、みたいな感じになってるんで、まあ、なので、ちょっとやっていきたいと思いますわ。まあ、そういうわけで、なんでこのキャラクターでログインしてるかと言いますと、フラちゃんの方でログインしてると、ちょっとこれがね、使えないんでね。まあ、というわけで、久しぶりに自力で引いていきたいなと思います。とりあえず、6000ジェム用意してきたんで、なのでまあ3回かそれぐらいできますね。まあそういうわけでやっていきましょう。はい、まず第1投目いきます。まあいろいろと設定していきましょうか。まずは1投なんですが、まあこちらはまあニャニャンということで、あ、スノーシールドって1投だったんだ。これ何気なくもらって適当に装備しちゃったけど、ちょっともったいないことしたな。売ればよかったわ。で、2投なんですが、まあ、これに関しては別に、まあ、そんなにあれなんで、マイタウンメダルにしときましょうか。で、3投もまあ、マイタウンメダルかなって感じですね。で、4投はどうしようかな。青リンゴダリアとかいいんじゃないか？よし、とりあえず青リンゴダリア。いや、待てよ。マイタウンメダルにしとこう。うん。まあ、4投もマイタウンメダル。で、5投は、そうだな、メタルチケットかな、やっぱり。これが一番有効な気がする。で、あとはこっちの6投に関しては別に花火いらないんで、夢のかけらで OK。じゃあこれでやっていきましょうか。おいしょ。さあ、どうだ？何が来る？2000円もマジかかってるかな。マジ辛いよな、2000円だぞ。えげつないだろ。昼飯2回食えるぞ。それを今俺は、こんな福引きなんかにね、費やしてるわけよ。まあ、とりあえず3頭以上が来たのは確定ですね。まあ、そういうわけで、お！ちょ、来たんだけど。ちょ、1頭来ちゃったんですが、終わっちゃったよ、動画。まあ、せっかくなんで、まあ、ここ、ちょっと残り2回分俺買って、あるんでね、まあ、正直当たらないと思って、とりあえず3回回してバザーで買おうかなみたいな、そういう流れをちょっと読んでいたんですけども、ちょっと思いのほか早く当たってもらいました。で、これはまあ使うものを入れて、で、あとはメタルチケットも使うものを入れて、で、あとは、こっちですね。移動先確定で、これ店売りとかできるんでね、これツールだと。これめちゃめちゃ便利ですよね。まあ、やっぱり、こうだと思うんですよね。ツールの福引きっていうのはこういうことができるんで、まあ、福引きの手間がだいぶ省ける。まあ、ただ、1枚あたり20円使うっていうのは、まあ、えげつなく高いとは思うんですけども、ちょっともう一回やっていきましょうか。ちょっともう一個1等当たったら、だって500万で売れるわけよ。ちやばくない？公式 RMT なんだけど、2000円使って、で、それで500万になるみたいな。まあ、今の実際の相場とかわかんないけど、まあ、結構いいか、あ、ちょ、舐めてるわ。これは舐めてる。さすがに。これはね、ちょっとね、世間は許してくれませんよ、これ。ちょ、もう一回やろう。もう一回。店売りが、これ2つということで、はい、簡単。じゃあ残り1回、ちょ、やっていきましょう。ちょ、マジさ、100回、まあ、100回ってそうでもないのか、実際。あと、でもどうなんだろう。普通にこっちのさ、お出かけ便利ツールの方であれば、当選確率って相当高くなってると思うんで、まあ、いいとは思うんだから、ちょ、よし、いけ。ゴー！一投一投一投。ちょ、まず、エンジェルが出てきてほしい。エンジェルが、まず、で、出てきて、からの、何が来る？からの、に、東海、一等来てくれよ。なんだったらワンチャンの特等とか引いてくんねえかなとも思ってたんだけど、したら神回になったんだけどな。まあとにかく、まあいろいろもらいました。これで、なんかマイタウンメダルとか、まあたくさんもらいましたね。今どんぐらい俺マイタウンメダル持ってんだ？マイタウンメダル今、右上書いてあるんですけど、225枚ですね。だからまあ約4分の1ぐらいは集まったって話なんで、まあ、ワンチャン狙えるな。いけるな。はい。というわけで、ありがとうございます、皆さん。はい、ニャニャン手に入れました。1回目の100連でね。まあ、手に入れられてない不運な皆さんは、
ドンマイです。まあそういうわけで、まあ次はですね、こちらニャニャンの活用方法ということなんですけども、まずお金に困ってる人、売ってください。売ってからバザーで買うっていうのがいいと思います。まあというのも別にね、これ、今ニャニャンって出たばっかりで540万とか550万ぐらいになってんすよ。で明日になれば多分500万ちょっと切ってるぐらいになってると思うんで、まあそれ手数料を考えるともうすでにどっこいなんですよね、明日の時点で。でこれがまあ仮にまあ450万ぐらいになれば、今売って3日後ぐらいに買うとするならば、まあ多少儲かる話になるんで、まあお金に困ってる人は今すぐ自分でね、その手に入れたからといって売るっていうのは、まあ正直言うとあんまおすすめはしない。まあ別にこの仕草書を持ってるからといってなんつうか、まあ大したものにはならないんでね。まあただ今後のことを考えていくと、今のうち高いうちに売って、で安い時にバザーで買い戻す、そういうのがいいんじゃないでしょうか。まあそういうわけで、まあとにかくね、この仕草書っつうのはまあ結構あの値段が下がるものなんで、で1世代前に出た超ハッスル、これもめちゃめちゃ人気だったんですが、今だとほら見て20万とかでしょ。当時は400万とか500万ぐらいしてましたから、これも。まあ、それが今では、なんぞの20分の1ぐらいになってるんで、で、あとはこのご機嫌とかね、これなんかは今でも人気だけども、まあ、それでもだいぶ値段が落ちました。まあ、やっぱこうやってね、最新じゃないものだったりとか、結局一回手にしたらもう手に入れてもしょうがないんでね、そういった仕草書っていうのは。なので、まあ、どんどん値段が必然的に下がっていくということです。まあ、こちらもいずれは絶対に30万とか40万、なんなら20万ぐらいになるかもしれないです。まあ、そういうわけで、まあ、自分はね、ちょっと動画がてら使っていきたいと思います。あ、まあすいませんね。庶民の皆さん、僕のことを仲間だと思ってくれてた皆さん、すいません。俺手に入れたんで、まあ上級国民です。はい、ニャニャン手に入れました。さあ、早速使っていきましょうか。ニャニャンあったあった。よし。おい。あ、やばい。これは強いぞ。これはやばい。破壊力が半端ではない。これ笑顔でやってみようか。これ笑顔でやると、あ、ちょっと時間置くな、結構。うん、かわいい。なんだこれは。悪魔的だ。次、怒る。あ、これもいい。これも悪くない。怒ってる。怒ってるけど、ニャニャンしてる。ちょっと強気な女の子みたいな感じになってる。たまらん。たまらんぞ。悲しい。あ、悲しいもなかなか悪くない。いや、むしろいい。いや、これは強い。いや、これはたまらんな。次、無表情。なくはない。なくはないレベル。ただ、あんま使うことはなさそう。まあ、そういうわけで、こういって仕草を一人で堪能するもよし、あとは、おすすめな方法は一つだけある。はい、というわけで、まあ、フレンド、ちょっと声かけて、何人か呼んできました。まあ、ちょっと返信なかった人もいたんでね、まあ、とりあえず片っ端から、ラッカラ21に来てくれ、みたいな感じで言ったんですけど、まあ、ちょっとその前に、ちょっともう一人来る予定なんでね、まあ、ちょっと定型文やっておきましょうか。よく使う、ちょっとこれマジ大事なんで、これマジ大事ね。あ、来た！うさぎさん、ちょっと来れるらしいぞ。よし、ちょっとこれ、言っとくか。ラッカラン21に来れる。ちょっとドッキリ系だからな。よし。で、定型文の作り方。持ってないやつ、おりゅー。よし。これ大事。これマジ煽りセンス高いから。で、これ、タイプをセリフで、で、あとは仕草をさっきのニャニャンに変更。これでどこだ？ニャニャン。ニャニャンどこだよ。あった。で、ニャニャンにして、表情普通にして、で、まあ、決定で、まあ、それで要はここにいる奴らに自慢するわけだ。新しく出た仕草、持ってる？よし、まずこう聞くの。で、欲しいよね、あれ。つってね、俺持ってない風な感じ、持ってんだけど。左のウサギ持ってんだけど。あ、よし、二人持ってないぞ。よし、いいぞ。じゃ、それでは、見せつけちゃいましょうかな。ちょっとウサギさんには少し持ってるということで。まあおそらくこのエマ、アルル、ミモちゃん、これ持ってないんで、ちょっと自慢したろうわ。おい、持ってないやつおる？よし。どうや？どうよ？どうですか？おい、これがシグハラってやつなんで、シグハラです。でもシグハラ。ウサギちゃんとね、こう一緒、あ、持ってんだけど、こいつ。いや、まあいい。これはいい。これはもうむしろいい兆候。持ってる人の方が多いというのは、まあなかなかいいことですから。なので、これでシグハラが成立する。一人だけ持ってて、4人が持ってないとかだと、むしろ、あ、そうっすか。あ、なんかいいっすね。僕らも後で取っときますぐらいの感じになっちゃうんで、持ってない人の方が少ないことによって、このね、
あ、なんかやばいみたいな、この危機感を迫る。まあそういった感じで、これが真のシグハラなんで、まあみんなでニャンニャンしてください。まあこのように持ってない人を集めてね、わざわざ集めて、でなんなら持ってる人も数人集めて、持ってない人を囲んでニャニャンする。で囲め囲めっつってね、こうやってこのように逃げ場をなくしながらひたすらニャニャンをすることによって、はい。この方、持ってない、貧乏人の諸君は、はい、羨む、あ、泣いてる、あ、泣いてるし、落ち込んでる。はぁ、気持ちいいぜ、気持ちいいぜ。いつもシグハラやられる方だからな、たまにはやっとかねえとな、あ、こうやってよ、おい。まあ、本当であれば、山田丸あたりがいたら、山田丸にちょっとやっておきたかったが、まあ、ちょっと山田丸絶対初日には買わない派だからな。マウントを取れるとすれば、初日なんで。なので、まあ、最近だと突っ込み、ああいう仕草もあったけど、まあ、あいつ最近転売ヤーからちょっと書籍買ってなんか入手したみたいだから、この突っ込みというシグハラができなくなってしまった。まあ、なんですが、はい。こちら、ちょっと初日なんでね、ちょっと夜中あたり山田丸にやっとくか、持ってないやつおるよという風に、よし、ちょっとこうやって皆さん、仕草を楽しんでいってください。これが真の仕草の楽しみ方ですから、みんなで集まって同じ仕草をやるなんて、そんなんね、生ぬるいことしちゃいけないっすね。まあ、このように、持ってない人を囲んで仕腹をするということで、はい、しっかりと覚えておいてください。はい。というわけでいかがでしたでしょうか。まあ無事ね、自力で今回は引くことができました。まあ別に自力で引いてもバザーで引いても別にね、なんつうか、まあむしろバザーで買った方が、まあいい気はするけどね、個人的には。だって自力で引こうとなると、ね、リアルマネーを投資するわけじゃないですか。まあところがゲーム内であれば、そういったなんか仮想通貨、まあ仮想通貨って言い方もおかしいけど、仮想の通貨を、まあ、使って買うんで、まあ実質そのリアルにも影響しないし、まあゲーム内ではお金は減るかもしれないけど、まあ、別にこうリアルの生活には何の支障も出ないんでね、まあ、なのでまあそういった感じで、まあお金がね、その円が余ってる人であれば別に福引きとかそれで自力で引いてもいいかもしれないけど、まあ、ただその学生の方っすね、そういった方っつうのはぜひともゴールドを使ってバザーから入手してみてください。まあ、結構自力で引こうとしてる人多いんですけども、まあなんか正直どっちでも変わんないんでね、正直言うとどっちかっていうとそのリアルじゃなくてそのゲームのお金を使った方が個人的には得かなと思います。でまあもう一回言うんですが、お金のない人はまあもし自力で引いた場合、高い時に売って安い時に買い戻す、そういうことをするとまあよりね儲かると思います。はい、というわけで今回の動画面白かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんまた会いましょう。さよなら。